梅北二期区域先行待ち開きを記念しましてのテープカットです。どうぞ。ただいまより梅北二期区域先行待ち開き記念式典を開催いたします。大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級の規模を誇る梅北公園の一部や商業施設、中核機能施設、ホテルがオープンいたします。はじめに大阪府知事吉村博文よりご挨拶申し上げます。ここが梅田です。10年前は貨物ヤードでしたから、その貨物ヤードが生まれ変わりました。新しい梅田が誕生します。新しい梅田の顔です。僕もここに立った時、いや本当にすごいなと、こんなに素晴らしい街になるんだなと感動をいたしました。この経済の中心地をこれから100年200年素晴らしい街にもっともっと成長させていくためには何が必要かと、長い目で街を見た時に都心のど真ん中に本物の緑を作ろう。この新しい梅田の地に都心のど真ん中に本物の緑が誕生します。新しい梅田の顔になるでしょう。そして新しい梅田の拠点になるでしょう。新しい日本の西日本の拠点になると思います。人間にとって本質的に求めるものって何だろうって考えたときに、やはり都心のど真ん中に本物の緑ということが重要だということで、大阪府大阪市同じ方向を向いて進み、そして経済界の皆さんと民間の皆さんとこの街づくりを一緒にやってまいりました。大規模ターミナルに直結する都心公園とすれば、世界最大級の大きな緑がこの梅田に誕生いたします。この新しい梅田の顔、新しい梅田のシンボルをもとに、もっともっと大阪関西を成長させて、もっともっと個性豊かな街を作り、そして100年200年愛される街づくりをしていきたいというふうに思います。次世代のためにも、これからどんどんつながっていく大阪の成長のためにも、皆さんと一緒にこの新しい梅田のシンボル、新しい大阪のシンボル、緑の融合拠点、この都心のど真ん中に本物の公園です。来年の万博の時に8割が完成をいたします。ここで新しい出会いや経済やイノベーションが生まれます。皆さんと共に一緒に素晴らしい大阪を、素晴らしい街づくりを、そしてみんなに愛される誇りのある大阪を作っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございました。続きまして大阪市長横山秀幸よりご挨拶申し上げます。ここにですね、ジャムベースというイノベーションの拠点が誕生します。ジャムというのはもう皆様ご承知おきの通り、あのジャムでございます。これ煮詰めてたくさんのものが混ざり合って、そして煮詰めて新しいものが誕生していく、その拠点となるこのジャム、その拠点となるのがこの町です。まさにこの梅北がですね、この大阪関西いや日本のイノベーションの拠点となるべく、ジャムベースがその中心的な役割を担っていくものと確信をしております。これまで梅北の開発に長年携わってこられました建築家安藤忠雄様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。考えてみたら、大阪に緑がないと、大阪に水が見えないんじゃないかという中で、いや万国博覧会も含めて大阪は健康都市にした方がいいんじゃないかというような話がある。そして知事と市長周辺の人たちの頑張りで、かなりたくさんの反対があったであろうところを乗り切られて、これだけの緑を作られたのはすごいなと思ってます。そして大阪は他の都市にはできない開き直りで最後の頑張りなんではないかと思いますので、これを最後にせずにもっともっと頑張っていただきたいと。よその都市にはできない博覧会、よその都市にはできない街がこれからも発展することを私は願っております。ありがとうございました。こちらがジャジャというバーラウンジなんですけれども、名前の由来がジャージャー次どこ行こうっていう時に、
じゃあ、次ジャジャ行こうってなっていただきたいという思いで作ったレストランです。大阪の歴史だったりとか文化だったりとか遊びを面白くユニークにキャノピーの視線で見たものに作り変えてご用意させていただいてるんですけれども、その中の一つがこのスマートボール、こちらがの大阪の地図を入れたものと、もう片方には関西の地図を入れたスマートボールをご用意しておりますので、このテーブルなんですけれども、こちらもあの大阪のお好み焼きを表していまして、いろいろなものがこうミックスされている様子を表したインスピレーションを得たテーブルです。こちらにありますのが御堂筋線にあるライトに着想を得て入れているライトでして、今このご紹介したジャジャバーと同じ入り口で併設しておりますのが CC というレストランが入っておりまして、 CC というのがメールの CC でカーボンコピーというんですけれども、ぜひCC にお越しいただくときには お友達だったりとか家族の方と CC して一緒に来てくださいという思いが込められています。インテリアなんですけれども、上についているのが大阪人が愛する串カツを表しておりまして、奥に見えますのが大阪の商人が昔使ったお米の袋をアートとして取り入れさせていただいているものです。この丸い電気が入っているんですけれども、こちら大阪の食べ物ってたこ焼きだったりお好み焼きだったり丸いものが多いということで、大阪の食文化そのものを表しているライトです。この上のアーケード部分が黒門市場のアーケードをに着想を得て作られている屋根になっておりまして、続いているのが豚まんをちょっとこう想定したライトです。中の柄が梅北公園の緑から着想を得た柄になっていまして、よく見るとこのキャノピーっていう隠れた文字が入っていますので、ちょっとこう文字を探しながら楽しんでいただければいいかなと思っています。ロビーにもたくさん大阪から着想を得たものが並んでおりまして、小物も全部大阪にあるものからインスピレーションを受けているんですけれども、ちょっとヒョウ柄だったりとか張り子の虎とかもあるんですけれども、大阪にあるものいろいろ皆さん見つけていただけるのかなと思っています。こちらひときわ目を引くロビー界のモールアートなんですけれども、天神祭りだったりとか大阪に古くから根付くお祭りから着想を得て作っていただいたモールアートで、とってもカラフルで大阪を表しています。こちらロビーのカウンターなんですが、上に広がっていますのが大阪のお祭りの布団太鼓をイメージして作られておりまして、ロビー全体が皆様を明るくお迎えする空間になっています。こちらがキャノピーバイヒルトン大阪で一番大きいスイートルームになります。大阪城の天守閣からインスパイアされた金を模したようなお部屋の番号をつけておりまして、大阪城にたくさん梅の花がありますので、それをモチーフに作られている飾りライトです。こちら入っていただくとロビー階にもありました、いろんな大阪をモチーフにしたインテリアが入っているんですけれども、大阪の人フグたくさん食べますので、フグだったりとかいろんなもの入っております。ライトも水と大阪のこう泡をイメージしたようなものであったりとか、奥に見えますアートが昔の大阪の地図から着想を得て作った、アート作品です。キャノピーっていう言葉が天蓋という意味があるんですけれども、大阪のキャノピーではひょうたん柄を取り入れておりまして、豊臣秀吉の馬印でひょうたん柄が起用されているんですけれども、大阪ではすごくこう勝利の印として幸福を呼ぶものだというふうに言われておりまして、キャノピーの柄として採用させていただいています。福助が前室に入っていまして、顔をよく見ていただくとキャノピーという文字になっているんですが、各お部屋で皆さんを見守っていただければなと思っています。